皆様こんにちは。フラジュテリー岸田香織でございます。いつもフラロゴをご覧くださいましてありがとうございます。本日は女性起業家きらめきインタビュー第28弾をお送りいたしたいと思います。本日のお客様はウィルフィット代表でいらっしゃいます林優子さんをお迎えしております。林さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速一つ目の質問です。お仕事内容をお聞かせいただけますか。はい、今ですねパワーストーンの、石を使ってブレスレットの作成をさせていただいております。あと10年来エステティックサロンをずっとやってきておりますので、そちらの方でお体の方の癒しの方もさせていただいております。パワーストーンのブレスレット、はい、これどういうものですか。はい、私の作るパワーストーンのブレスレットというのは、うん、皆様の、夢が叶いますように、目標を形具体化できるようなブレスレットを作るように心がけております。ということは林さんがご提案するものではなくて、はい、皆様が欲している、はい、希望している内容に合ったブレスレット、パワーストーンのブレスレットを作っていただけるってことなんですね。そうですね。すごいですね。なんかものすごくそれが効くっていう伺ったんですけど。ありがとうございます。そうですね、やはり私のブレスレットではなく、あくまでお持ちになる方のブレスレットですので、その方がより目標が達成できるようにっていうのを特に意識して作っているブレスレットになっています。素敵ですね。なんか聞いているだけでワクワクいたします。ありがとう。私もぜひよろしくお願いしますところで林さんは学校、大学を卒業してからずっとエステティシャンをなさっていたって伺ったんですが、はい、そのエステティシャンをやりながらもこのパワーストーンをお作りになろうと思った、そのあたりをお聞かせいただいてもいいですか。はい、そうですね、もともとエステティシャンでずっと仕事をしてたんですが、やはりそれをしながらも自分で何かできないかなっていうのを考えておりまして、でその中で当時自分がやっていたことが趣味でやっていたものが自分のブレスレットの作成だったんですが、周りの方にすごく友人からなんですが好評いただいて願いが叶ったとか作ってほしいという声を言っていただくことができて、それをもっと他の方にも提供できればなっていうところが本当にきっかけで、実際お金をいただくということになれば一つの仕事としてきちんとやっていかなければっていう思いもありましたので、そこのところでしっかりどうやったら喜んでいただけるかっていうのを形にして、始めたのが本当に今回のパワーストーンを始めるきっかけになりました。素晴らしいですね。林さんは大学を卒業した時からバリバリのワーキングウーマンになりたかったっておっしゃってますよね。そうですね。で、それで10何年ですか、はい、12、3年ですか。そうです、10年ぐらいです。 10年ぐらい、エステティシャン、はい、そして営業もしながら、はい、なさってきて、その合間に自分のご趣味を、はい、なさっていらっしゃる。その趣味がしっかりと実を結び起業に至ったわけですよね。そうですね。素晴らしいですね。もう本当にすごいなと思うんですが、今後はこれをどのように展開させていらっしゃるんですか。そうですね、今度やはり作っていただいているお客様がご自身で作っていきたいですとか、やはり同じように好きなことを、仕事にして収入を得たいという方もたくさん出会うことになりまして、今度はそういった方のご支援も兼ねてパワーストーンの資格を立ち上げていこうかなっていうのを視野に入れて今活動を始めております。すごいですね。大々的にもパワーストーンの協会、はい、ができちゃうんですね。そうですね、やはり皆様の願いが叶うということは本当にポジティブな意味でいいことですし、やはりそういった気持ちを支えたい方っていうのを育てていくっていうのもやっていきたいなと思っております。やっぱり素敵な自分の目標に向かえるって素敵ですよね。いいですね。いや、素敵です。ありがとうございます。ありがとうございましたそれでは2つ目の質問です。そのお仕事をなさる上においてきらめいているなって感じる場面がどんな場面か教えていただけますか。はい、そうですね、
エステのお仕事に関しましても、パワーストーンのお仕事に関しましても、やはりどうやったらお客様が一番喜んでくれるかというのを常に考えるようにしています。それをいろいろ、考えた上で、最後お客様の前にそのサービスが提供できるときに、一番お客様が喜んでくださったなと感じるときが、一番自分ではひらめいていると思っています。ありがとうございます。やはり林さんがご提供されたサービスにおいてお客様が嬉しいって喜んでくださる時が一番のきらめきなんですね。そうですね。素晴らしいですね。ありがとうございます。それでは3つ目の質問です。そのきらめきを感じるために何か心がけていることがあったら教えてください。はい、そうですね。やはりアイデアをすごく重視しておりますので、やはりそのアイデアを浮かべるためには主観的な考え方ではなくて、常に自分がお客様の立場に立ってどういう風だったら嬉しいか、どういう風にしてほしいかというのを常に頭に置いて考えるようにしています。アイデアを重視っておっしゃいましたね。はい、アイデアってどういうことですか。そうですね、結構些細なことかもしれないんですが、やはり自分がお店に行った時にこうだったらいいな、ああだったらいいなって思うこととかってすごくあると思うんですけれども、自分がサービスをしていく上でこうだったら自分だったら嬉しいなっていうのをできるだけ具体化して、それをお客様に提供するように常にそういうアンテナを張るようにしている部分を特に気をつけています。アイデアというのはそのパワーストーンを、はい、作成する上においてのアイデアですね。そうですね、それもあります。それもある。はい、そうですね、全てにおいてなんですけれども、例えばブレスレットも出来上がったものをそのままお客様に提供するのではなくて、やはりお客様の意向ですとか、こうありたいというお気持ちを十分に伺った上で、そのお客様の、気持ちをそのまま形に表現するのを目の前でさせていただいたりですとか、実際出来上がるまでにお客様とコミュニケーションを取りながら、その方のご希望をそのまま形にする。なかなか時間ですとかコストのこととかを考えると、どうしてもそういうのはなかなか思いつかなかったりすると思うんですが、自分がこういうものが出来上がると嬉しいなっていうのをそのまま形にするってなると、やはり客観的な感覚がないとそういうやり方っていうのが思いつかなかったりしますし、お帰りの際に何かプレゼントをするというのも高価なものとかではなくて、その感謝の気持ちを何か形にしてお客様にお伝えできれば、それを喜んでいただけるとか、そういった価格の中、商品の中だけじゃない部分にもなるべく意識ができるように気をつけています。この商品を作成するに対してのアイディアが常にお客様目線で、お客様の希望にかなうようなものをいつも考えて、そのアイディアを起こしていき、はい、アクセスはいということですね。はい、だから聞くんですね。なんかお話を伺いましたけど、いろんなことが聞いてるらしいですね。そうですね、結構皆様には評判よく例えばどんな結果があったんですか。そうですね、やはり現実化するというところがメインですので、恋愛面でも、素敵な方と出会えて結婚ができたですとか、あとお仕事が、うまく、たくさんお客様が来てくださってうまくいくとか、他にも、宝くじが当たるですとか、宝くじが当たるなんていうのもあるんですか。そうですね、いろいろ皆様 の願い事って様々ですので、いろいろあるんですが、結構すごいですね、それが当たっちゃうんだったら。そうですね、林さんもそうなんですよね。はい、林さんも、赤ちゃんが欲しいなって思って、はい、そうですね、私も自分が、子供が欲しいと思った時に子供ができるように願いを込めたブレスレットを作ったんですけど、ちょうど先月子供が生まれまして、その子はちょうどブレスレットを作った直後に、はい、授かった子供になります。素晴らしいです。ありがとうございます。それではもう最後の質問です。林さんが今までの人生の中で個人的な面で一番きらめいていたなっていう時を教えてくださいますか。そうですね、やはり出産前、今は出産して、それはそれですごく子育てで楽しい時間を過ごさせていただくんですが、仕事をしながら子供を授かって、これから自分がどういう女性になっていくのかっていうのを想像しながら、未来を描いている時間っていうのは本当に充実した時間、10ヶ月を過ごしてきらめいていたなと思います。あ、そうですか。
その10ヶ月間、これからどうやって過ごそうかなって思った、そのきらめきを感じた、その目標ってどんなんだったんだか教えていただけますか。そうですね、うん、それまではどちらかというと、本当にあの仕事だけといったら言い過ぎなんですが、本当にそこだけに目線を持ってきたのは自分だったのが、あの妊娠をしたことによって、やはり周りの方々も私に対する見方というのがやはり変わりまして、仕事だけじゃなくて女性としてっていう部分を周りの方からあの感じ取っていただく中で、新しい自分の一面をそこから自分が見えてきたなっていうのと、やはりあの今後生まれてくる子供、自分の子供だけじゃなくて未来の子供のため、未来の女性のために、自分があの育児仕事を両立しながらこれからどうやっていこうって考えていく、まあ、未来を考えることは本当にあの楽しかったですし、やはりその女性、仕事しながら子育てもできる女性の目標になるように、あの自分が今後どうやってやっていくかっていうのを考えてた10ヶ月間でしたね。素敵ですね。いえいえ、まだまだこれからどうしようっていうその目標をしっかりと立てて、その目標に向かっていこうっていうワクワク感のきらめきなんですよね。そうですね。ねえ、素敵ですよね。まだあの本番はこれからですので。いやいや。そうやってこう胸ワクワクを、胸がワクワク踊る時っていうんですか、素敵ですよね。でも今もとってもその子育て大変とおっしゃりながらも、すごい幸せそうな顔をしてらっしゃいますよね。まだ1ヶ月半。そうですね。はい。素晴らしいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あっという間に、きらめきインタビュー第28弾が終わってしまいました。この女性起業家きらめきインタビューは、今回のお客様に次回のお客様をご紹介していただくというシステムをとっております。ということで、次回のお客様をご紹介いただけますでしょうか。はい。次回 の、 あの素敵な女性の起業家さんは、小野陽子さん。小野陽子、はい、はい、ありがとうございます。それでは次回は小野陽子さんをお迎えしてお送りしたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。